貨幣法は戦前の日本で金本位制を基本とした貨幣の製造及び発行に関する事項を定めた法律である。明治30年3月29日制定、明治30年10月1日の施行。この法律は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行に伴い、1988年3月末をもって廃止された。 すなわちこの時点で貨幣法により規定された本位貨幣の金貨が廃止となった。明治4年5月10日に進化条例が交付され、日本は金本位制を基本とする近代貨幣制度がスタートした。しかしながら1 5ムの純金を1円と定めた旧金貨は金準備の不足から発行が少量にとどまった上に貿易赤字と世界的な銀安のため、 1897年までに発行された金貨は総額にして約81%が日本国外に流出した。一方で幕末から住金が多量に日本国内に流入し、また東洋において貿易取引の決済は銀貨が中心であったことから貿易一円銀貨の発行口が伸び、1878年5月27日の大乗館布告第12号により、 貿易一円銀貨は日本国内でも金貨と投貨に無制限通用が認められたために事実上の金銀副本位制となった。1885年5月9日からは日本銀行打貫銀券が発行され、実態はほとんど銀本位制であり、金本位制は名目化していた。また、アメリカ合衆国におけるネバダ銀行の大幅な増産をはじめ、 当時世界的に銀の供給が著しく増大し、国際的に銀相場は下落傾向にあった。そのため、明治初期に金銀相場が1時16分であり、進化条例に基づく金貨及び銀貨の金銀非価値16.01もこれに準じていたものが銀貨の下落により次第に乖離を生じるようになった。各国の銀本位制からの離脱。 金本位制への移行はこれに拍車をかけた。1894年にはついに金銀相場が維持、32.56となり銀化は明治初期の頃と比較して相対的に半年に下落した。これに伴い事実上の銀本位制であった日本円の価値はほぼ半年に下落して、日本国内の物価は高騰し国民生活及び国家財政が圧迫されるようになり貿易にも 支障をきたすようになった。松方正義当時の世界の主要な国々が、金本位制を採用し金貨の自由中造を廃止していく実情に鑑み、日本円を安定させるには、明日ともに、日本も本格的な金本位制を整えるべきとの機運が高まり、政府は閣議を経て1893年10月14日に貨幣制度調査会を設置した。 貨幣制度調査会では、明治初期からの日本国内の金貨及び、銀貨の流通状況、世界の金本位制あるいは、銀本位制を採用している、主要国の金貨及び、銀貨の製造及び、流通状況、及び、銀銀価格の変動の原因が調査された。その結果、銀本位制の国家は、一時的に輸出需要が増大し、農業及び商工業において、 公共となるが、一方で輸入は困難となり、物価は当期四国費も増大するというものであった。結論として円安に伴う輸出による利益は一時的なものにとどまるのに対し、長期にわたる影響を考えるならば、通貨の安定こそが国益につながるというものであった。調査会の委員20名のうち8名は平成改革の必要あり、必要なしとするものは7名であった。 平成改革を必要とする者の,のうち金本位制とすべきとの意見は6名、金銀副本位制とすべきとの意見は2名であった。しかし、金本位制を実施するためには巨額の金準備を必要とし、当時日本には必要な金準備を整える見通しがなかった。そのような中、金準備を整備する後期が訪れることとなった。日清戦争の勝利により、 1895年4月17日、下関条約において、新国より、軍費賠償金として、銀2億両、三国干渉による、両党半島官府報奨金として、銀3000万両、異会営守備費償却金として、銀150万両を得ることとなった。銀1両は579.84グレーンの、純銀に相当し、日本は金本位制の採用を切望していたため、 賠償金を金で受け取ればその目的が達成されると、し当時、大倉大臣であった、松方正義は1895年5月、金で受け取るとした草案を内閣総理大臣の伊藤、博文に提出した。この結果、賠償金の合計銀2億3150万両は、英国金貨3808万2884ポンド15。 シリング6.5ペンスに換算され、分割して1895年11月16日から1898年5月7日の間に受け取ることとなった。この結果、日本は物価を安定させるため金本位制を主軸とした平成改革を行う運びとなった。百九十七年二月十五日、内閣総理大臣権大蔵大臣の松方、 正義は金準備が整ったとして、貨幣法及びその付属法案を閣議に提出した。金貨幣銀貨幣白銅貨幣制銅貨幣第1条で、貨幣の製造及び発行の権限は、日本政府が有することと定められた。第2条に、純金の両目2分をもって価格の単位と、試しの応援と称すと、金陛下が定められ、これに基づき20円。 10円及び5円の本位金貨が定められた。この金陛下は1933年の改正の際、借款法からメートル法表記に変更となり、純金の両目7 5 0ラムとなった。国際的な銀価格下落に伴い、日本の金陛下は、進化条例に対し、金含有量で半減した。これに伴い、進化条例で定められた。 旧金貨は金案有料に基づき倍くらい通用となった。第三条において貨幣の種類は以下の9種類とされた。50銭、20銭、10銭の補助銀貨は明治6年2月10日大上官布告第46号1873年で制定されたものの形式をそのまま踏襲したが、竜を尊ぶのは新国の思想であるとして、 リューズを裏側としたため表裏が逆となった。五線の補助白銅化は1888年に制定されたものの直径及び両目はそのままとし、模様が稲穂に改正された。一線及び五輪の補助性銅化は、リューズを裏側として材質が銅貨から若干変更となり、額面も半線から五輪に改正されたが、この時点での青銅化は製造されなかった。 翌年の1898年9月21日に一銭は稲穂の模様を、五輪は霧門の模様に改正された上、制定され、このうち一銭制銅貨幣のみが発行された。五輪制銅貨幣については、パリ万国博覧会及び日英博覧会、出品用の見本貨幣のみの製造で発行されることはなかった。第四条では、通貨の谷、第五条では、 貨幣の日に、第6条においては、貨幣の両目が規定された。第7条では、金貨兵は、無制限通用とし、銀貨兵には10円まで、白銅貨幣及び、制動貨幣は1円まで、放課としての、通用制限額が規定された。すなわち、金貨兵は、本位貨幣、銀貨兵、白銅貨幣及び、制動貨幣は、補助貨幣として規定された。 第8条で、直径、模様など、貨幣の形式は、直令で定めるとし、明治30年5月13日直令第144号、1897年において九州の貨幣の形式が定められた。第9条第11条は、貨幣の品位及び両目の交差に関する規定である。 第12条条第13条は摩耗などによる流通不便の損化に対する交換などの規定である。第14条は金貨の自由鋳造に関する事項である。不足第16条において一円銀貨幣は製造停止し、残時金貨幣に引き換えることとし、明治30年9月18日直例第338号、1897年、 において1898年4月1日限りで通用禁止するとされた。しかし、1898年6月10日に同年7月31日まで引き換え期限が延長された。不足第17条では従来発行の5000銀貨幣、2000、1000、半戦及び一輪道貨幣、官営通り、宝道一分線、官営通り、 だから新中四分線及び分エータからも従前通り通用することとされた。不足第19条において、貨幣法に定触する従前の貨幣条例などは廃止された。貨幣法は1897年3月26日に制定され、不足第20条により不足第18条の一円銀貨の廃止の項目を除き1897年10月1日より施行された。 台湾銀行券引き換え元円銀台湾においては一円銀貨幣が交流銀あるいはあら流銀と称し主要な通貨として流通していた。日本国内の貨幣法施行後の明治30年10月22日直令第374号1897年で丸銀を代印した一円銀貨幣に限り時間にて交を収む及び政府の支払いに用いることを認めた。 明治30年11月21日台湾総督府国時代68号1897年により台湾においても丸銀の有無に関わりなくこう収むは1898年4月1日限りとしたしかしこれは台湾の実情に合わないため明治31年3月15日台湾総督府国時代18号1898年 当分の間子を治むを認めた。さらに、明治31年7月30日立領第19号、1898年、では一円銀貨幣は、台湾総督の告示する時下において、無制限通用とすることが布告された。1901年からは一円銀貨幣と、全く同形式の台湾銀行券引き換え、元円銀が製造され、台湾に改装されていた。 しかし1902年頃、銀相場の下落が著しく、相場も不安定で弊害が大きいことから、平成改革が必要とされ、明治44年4月1日直令第64号、1911年をもって台湾にも貨幣法を施行した。また、同日直令第65号をもって南からふとにも貨幣法を施行した。1905年6月に、 大倉大臣令により、大阪造兵局にて、韓国の貨幣の製造を受け負うこととなった。これ以降、発行されたのが二重貫金、貨幣、十貫金、貨幣、五貫金貨幣、半貫銀貨幣、二十銭銀貨幣、十銭銀貨幣、五銭、白銅貨幣、一銭制銅貨幣、および半銭制銅貨幣であった。これらは1907年以降に小型化された。 制度貨幣を除き、いずれも日本の貨幣と品位及び両目において同一であった。1910年8月29日に日韓併合が行われ、1911年1月に朝鮮総督は旧韓国貨幣条例に基づく貨幣は今後一切製造せず、将来は日本の貨幣法に基づく貨幣に統一することを申し合わせた。大倉大臣と 朝鮮総督との協議の結果、大正7年4月1日法律、第23号、1918年、をもって交付し、直令第65をもって、貨幣法を施行することとした。明治39年改正銀貨幣明治40年、改正銀貨幣大正5年改正制度貨幣、大正5年改正白道貨幣大正9年、 改正白動貨幣対象11年改正銀貨幣、昭和8年改正ニッケル貨幣貨幣法の改正は、計7回行われ、いずれも銀行等に伴う、いつぶし防止のための補助銀貨の改正など、補助貨幣の材質、金に及び両目変更に関するものであった。第一次世界大戦勃発に伴い1914年8月1日に、いち早く金輸出禁止を行ったドイツを皮切りに、 欧州の主要各国は、金の国外流出を防止するための木並み金輸出を禁止した。アメリカも1917年9月10日に輸出を禁止し、日本もこれにならい1917年9月12日大蔵省令第28号により金の輸出を許可制とし、事実上の輸出禁止とした。この直前の9月6日大蔵省令第26号により、 銀相場陶器に伴い銀の輸出が許可制となっていた。この時国内における金打管は停止されなかったが、事実上自由中造といった金本位制は機能を停止することとなった。しかし、大正初期までの日本の金貨の国外流出口の総計は依然として多額に上っていた。1914年末において日本の金準備口は218。 237000円と低迷していたが、戦場が欧州中心であったことを知り目に、日本経済は軍需景気で活況を呈し、輸出超過から1917年末では、金準備口は649、618000円と増加し、1920年末には1、246、688000円と最高に達した。 1916年当時の台北円相場は100円イコール48から50ドル程度とほとんど陛下を保っておりこの時点で金の国外流出の懸念はほとんどなかった。しかし各国が金輸出禁止する中、輸出禁止の措置を行わないことは潜在的に金流出の危機にあった。戦争が終結すれば、金解禁を行い金本位制に復帰するのが常であり、 1919年6月にアメリカが旧陛下において金解禁に踏み切ったのを皮切りに1925年にはイギリスも旧陛下において金解禁を行った。ベルギー、フランス、イタリアは陛下を大幅に引き下げて金解禁を行った。その中で日本も金解禁に踏み切るべきとの機運が高まったが1920年春には 経済界の戦後強行、1923年9月1日には関東大震災と国家財政を震撼させる事件が相次ぎ、日本は大幅な財政赤字及び貿易赤字を抱え、円相場は100円イコール38ドルまで、急落資金解禁が困難な状況に陥った。それでも1929年末には、なんとか1、0 7に、 273000円の成果準備を確保し、当時の円相場は100円イコール38から43ドル程度で推移していたが1930年1月11日に当国の自負があるとして、旧陛下において、ついに金解禁に踏み切った。しかし円安の中旧陛下で金解禁を行うことは、激しい金の国外流出を意味し1932年1月末の 成果準備は4 3三55、3000円と激減した。このため、昭和6年12月13日大倉省令第36号、1931年により金輸出及び打漢が禁止され、再び金解禁が行われることはなく、日本は事実上金本位制から離脱することとなった。この後、1932年末には、 円相場は100円イコール26ドル台まで下落した。1942年2月23日には日本銀行法が制定され、貨幣法第2条の純金の両目7 5 0ラムをもって価格の単位と試しの応援と称数にはよらず、第14条の金貨の自由鋳造は当分適用しないこととし、事実上日本は管理通貨制度に移行した。 1938年4月1日には国家総動員法が制定、同年5月5日に施行され、貨幣も戦時体制に備えるべく、同年6月1日には臨時通貨法が制定され即日施行された。この法律では日本政府は貨幣法第3条に規定される9種類の貨幣の他に臨時補助貨幣を発行することが可能となった。これまで 貨幣の様式を変更するためには、帝国議会を経て、貨幣法を改正する必要があった。しかし、1906年頃からの銀河格闘機に対し、対策が後手に回っていた教訓から有事の際に、貨幣の様式変更の必要が生じた際、直令により様式変更を臨機応変に対応可能とする必要があった。その後、第二次世界大戦が終了した後も、 当初の臨時法としての次元立法が反高級的なものとなった上に必要が生じるたびに臨時補助貨幣に歌詞が追加され事実上臨時通貨法のみが日本の効果の製造及び発行に関する根拠法となったこのためこれ以降貨幣法に基づく貨幣の発行は行われず貨幣法は第一条を除き有名無実化することになったこの状態は 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行され、同時に貨幣法及び臨時通貨法が廃止されるまで続いた。1932年3月4日、大倉省は参勤時抱え上げ要項で、買い上げ価格を 1g1 円93銭とした。1937年8月10日には、金準備評価法が制定され、日本銀行の金準備が 純金2 9 0ラムにつけ1円で再評価された。その後の1942年の日本銀行法による当初の貨幣法第2条の金平化を当面適用しないとする次元措置は以降解除されることはなかった。第2次世界大戦後の新円切り替え後大幅なインフレーションに見舞われ1949年 以降ドッジラインにより1ドルイコール360円の固定相場にペックされ、またアメリカは1934年から政府の金買い入れ価格を1オンスイコール35ドルに定め、1944年の国際通貨基金の協定でもこの金、ドルレートが成立したことから、金1グラムは405円となった。日本では、金管理法大市場、全条の規定により、 政府が金地金を買い入れる場合の価格は国際通貨基金協定大市場の規定による価格の範囲内で市務大臣が定めるにより買い入れ価格は金1ムにつき405円と定めるとなり貨幣法第2条の金陛下との乖離はさらに激しくなり条文は完全に私分化していた結局1988年の貨幣法廃止に至るまで 第二条の金陛下の復活に至ることはなかった。ありがとうございます。